菊池風磨く長浜寝るウ嘘コンに、トリンドル、レーナ、黒羽マリオーラ、出演菊池風磨く、セクシーゾーンの主演ドラマ、嘘コンに、トリンドル、レーナ、黒羽マリオー、小田リサ、鶴見慎吾が出演していることが明らかになった。自明級イの同名漫画を元にした本作は、女性にモテまくる、ドエスの設計事務所社長、夏目匠と、 彼の幼馴染みでお人よしがゆえに、家と職を同時に失った、派遣社員、仙道矢へのラブコメディ。大人になって再会した二人が、ひょんなことから利害が一致した結果、半年間という期限付きの、嘘んこと嘘の結婚生活を始める様が描かれる。菊池が匠、長浜ネルが八十、渡辺翔太、スノーマンがフリーのガーデンデザイナーで、匠の、唯一無二の相棒。 神道正木に封印する。トリンドルが演じるのは、匠のクライアントであるニキタニホールディングスの、社長令嬢ニキタニレミ。匠や神道とは、朝まで飲み明かすほど仲が良かったが、八重が、匠と結婚したことを知り、彼女に対して、敵意を剥き出しにしていく。黒葉は、匠と八重の幼馴染、吉田健闘役で出演。小学生の頃、 将来お姫様になりたいと話す八重に、ケントはお姫様にしてあげる。俺とタックンでと約束するほど、信仰の深いキャラクターだ。どんな時も八重のことを優しく見守るケントだったが、高校生の頃に、親の仕事の都合で、シンガポールに引っ越してしまう。